こんにちは。老後っていうのはね、やっぱりお金が頼りというふうな形のことも言われます。老後に年金が差し押さえられてお金が入ってこないっていうね、問題がこの前ありまして、それをね取り上げたんですけども、こういう方って年間に2万人いるそうですよね。でこれからももっともっと増えていくそうです。それはですね、人生の途中でどこかで、税金の滞納してしまったりとか、支払うべき保険料がどうしても払えない時期っていうのがあった人が、年金を受け取るときにその年金が振り込まれた瞬間に差し押さえられて吸い取られてしまってですね、で自分の手元に降りてこないみたいなことがあるみたいなんですよ。まあこれだけ見るとね、ひどい話だなと私も思いますんで、もっとなんとかなんないのかなと思うんですけども、まあ、そもそもね、年齢を重ねていって頼るものがお金しかないっていうところにも、まあちょっとね、考える余地があるのかなと思っちゃうんですよ。結局お金に頼ろうとしてる。金じゃないよと言いながら、そういう人生を送っていながら、最終的には人でもなく自分でもなく、お金っていう人が人工的に作ったものにね、頼ってしまうと、こういう悲劇もあるのかなと思うんですよ。もちろんお金が大切で、お金にものすごくね、私たちは依存してるってところは否定できません。まあ、ですけども、貯金とか年金という自動的に発生するものによって自分が支えられてると思うのか、年齢を重ねれば重ねるほど自分には知恵や経験が溜まっていくわけですよ。じゃあその知恵や経験をお金に変えるっていうことを若い頃にちゃんとマスターしていたかどうかってこともすごく重要なファクターだと思うんですよね。瀬戸内寂聴さんでしたっけね、瀬戸内寂聴さん、私ちょっとよく知らないんですけども、あの方って貯金で暮らしてますかね。もちろん貯金もあるでしょうけども、作り上げた資産もあるでしょうけどもね。でも、ちょっと活動は分かんないですけども、細木和子さんにしても、今日発信したことがダイレクトにお金になってるっていうのも、あの年齢でもあると思うんですよ。ね、もうそもそも年金が入ってこなくても全く困らないと。貯金が今日全部パーになってもまた今日お金作れるというところだと思うんですよ。年齢を重ねるっていうのは、そういうことかなと思うんですよ。自分の経験とか知識をお金とかね、信頼とか人脈とか、こういったものに変えていけるっていうことなのかなと思うんですよ。これは何も年を取らないとできないわけではありません。20歳ぐらいでね、自分の知識をお金に変える人もいますし、中学生でも年収700万みたいな話がありましたけども、中学生の経験量、知識量でもちゃんとマーケットからお金を取り出すことってできるんですよね。そうなんですよね。私たちはビジネスをしてますけども、ビジネスとは何かっていうと、預金口座からお金を持ってきたりとか、国のね、税金からお金を持ってくるっていうのは別にビジネスも何でもないんですよ。ビジネスっていうのは常にマーケットからですね、マーケットからお金を取り出す作業なんですよ。じゃあマーケットにお金が1円もなくなっちゃったらそれは無理ですけども、マーケットには人がいて、人にはお財布があって、お財布の中にお金があると。そしてそのお金を持ってる人、お財布を持ってる人には渇望があるんですよ。足りないものが、その足りないものを提供できたら、ありがとうねでお金が等価交換、もしくは不等価交換されていく。だからマーケットからお金が取り出せるわけですね。私たちがマスターしなくてならないのは、このマーケットからお金を取り出す。もっと言ったらですね、マーケットなんて言わなくても、目の前の人からお金をどうもらおうかなってことができるかどうかなんですよ。で、目の前の人からお金をもらうっていうのは、例えば会社に勤めていたら、その会社の社長がね、お金を払ってくれると思います。社長がどうやったら自分にお金を払ってくれるかなと思うと、社員になって給料の設定をして真面目に働くことなんですよ。そうすると給料ぐらいは払ってくれると思うんですよね。じゃあ社長が、会社がどうやったら目の前の人がお金もらえるかなってことを考えると、目の前の人の渇望に応えた時なんですよ。目の前の人が困ったよっていうことを解決してあげると。で、解決するのがうちは商売ですから、お金をくれるんだったら解決しますよ。そのバーター取引がうまくいった時に振り込みっていうのが起きますよね。だから結局お金を稼ぐことって、人の困ったを解決することの連続だと思うんですよ。人が困ったものをちゃんと察知してあげて、困らない状態にしてあげる、もしくは少しでもね、解決に近い方法を提供してあげる、これがビジネスだと思うんですよね。まあ、ですんでね、人には老病死別っていうのがあります。年老いていくとかね、病にかかるとか、死んでしまうとか、別れてしまうとか、こういう悲しみっていうのは必ず繰り返されるんですよ。どんな人の人生にもこれがあります。逆に言うとですね、この悲しみが持てない人には商売が仕掛けにくいんで、そういう人はまあ置いときましょう。まあ、多くの人は悲しみとか苦しみとか憤りっていうのがあります。それに応えることによって、それをなだめてあげること、その隙間をね、渇望を埋めることによって、私たちはありがとうね、癒されたよとお金がいただきます。ある人は
アイドル歌手として中学生高校生ぐらいの女の子がね、楽しくダンスをしながらフリフリっと踊って歌うことによって、いや癒されたよ、グッズ買ってあげる、チェキ1000円で取りますみたいな感じでお金が集まってくると。それは取りも直さず寂しさを埋めたりとかね、喜びを埋めてあげるっていう風なアイドルさんへの感謝できっとねお金が払われると思うんですよ。まあそういったところもあってね、世の中にいろんな価値が溢れてますけども、自分なりの価値を掴んでいっていただきたいなっていうのと、多くの人の求めてるものをね、求めてる価値っていうのをいくら埋めれるかってことになってきます。飲食店をしてるとお腹を満たすっていうことしか人の渇望は埋めれません。麻雀店をやってると麻雀がやりたいって人の渇望しか埋めることができません。でも情報っていう商売をするとですね、あらゆるジャンルに情報がありますから、あらゆるジャンルに答えることができるんですよ。だからお金稼ぎが上手になっていきます。最終的に人はですね、どう考えるか、どう自分を正当化させるか、どう自分を納得させるかという考え方とか情報の取捨選択に対して自分の人生を満たしていくんですよね。体がどんどん動かなくなってきますから。そうなった時に最後までできる商売っていうのはまさに情報ビジネスなんですよ。よくね、老人の話し相手になってあげるみたいな商売があるって言われますけども、これこそまさに情報ビジネスです。口から出るものは何かっていうと、ちょっと椿も飛びますけどもね、情報でしかないわけですよ情報によってそれを受け取ったご老人が安心したり、自分の人生に誇りを持ったり、満たされたわと思って、またあなたとお話したいと、あなたのお話してるとね、すごく楽しいのと、自分たちの若い頃を受け止めていただいて、そしてそれに対してね、まあ、癒しをいただけるの、ありがとうありがとうみたいな感じでね、お金が入ってくるということですよね。そうなんですよ。ある方、あるご老人にとってみては、お金よりも情報が大事だから、お金を払ってまでも、その情報サービスが受けたいわけですよね。ある人にとってみては、もうお金の方が大事だから、もうお金を払うことなんてとんでもない、全部切り詰めていくのみたいになっちゃいます。それは本当に人それぞれなんですよ。人それぞれ。だからどちらが正しいとかね、どちらがダメだってことでは全くありません。まさにね、お金なのか、情報なのか、その他のものなのか、いろんなものに対して人は価値を感じたりね、価値を感じなかったり、様々、その瞬間その瞬間生きてるんだなと思いますよね。だからね、結論としてですね、お金を貯めるよりも、やっぱりね、経験とか知識、思考の貯金をした方がいいと思います。そうするとですね、その思考ってのは、いつ使っても減らない預金を持ってるような感じなんですよ。預金ってのはどんどん減りますよね。でも、思考の預金って、別に脳の中身をね、考え方をお金に変えても減らないんですよ。もっと言うとですね、頭の中の考え方をお金に変えたっていう経験が、さらにもっと多くのお金を稼ぐ脳を作ってくれるんですよ。ね。だから、10万円の商品を売る経験をした人は、10万円の商品が売れるんだという、そういうふうな知識を得るわけですよ、体験から。ということは、20万円はどうかなと、50万円はどうかなと、80万円はどうかなと、よし、じゃあ年末年始で40万値上げて120万にしてやるみたいなことを起きるわけなんですよ。まさにこれはインフルエンスですよね。インフレが起きてるわけなんですよ。インフレが、自分の中で。そういうふうにして活動する人が増えると、世の中っていうのはちょっとずつ豊かになっていって、ちょっとずつインフレになっていって、ちょっとずつみんながね、楽しめるようになってくると思うんですよ。今、世の中は緊縮です。お金がどんどんなくなっていくと。可処分所得は減らされて、使えるお金は減らされて、欲しいものが買えなくなってきます。まあ、ポイズンみたいなもんですよね。じゃあ、どういうふうにね、自分の財を広めていくのか。それは自分の知識や経験を、まさに情報ですね、お金に変えるスキルをたくさんの人が持ったときに、みんながお金をマーケットから取り出せるようになると、マーケットの財産っていうのはどん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 膨らんできますよね。で、そして個人的に豊かになった人がマーケットからまたね、別のものを商品を買ったりとか、情報や知識を買うとか、経験を買うために旅をするとか、いろんな人と会うってことをやると、マーケットがまた豊かになるんですよ。で、マーケットが豊かになるから、そこから取り出すことができる自分はもっともっと豊かになるということで、ものすごくいい相乗効果が生まれるんですよね。今は逆のスパイラルです。なるべくお金を払わないように、お金は払わないけども、なるべくたくさんのことをもらっちゃおうみたいなことになるから、マーケットがね、どんどん干からびていくんですよ。で、隣の人も貧乏になっていくんですよ。節約をするってことはそういうことなんですよ。節約をするってことは、自分は出さない、あなたも出さない、みんなで出さない、縮んでいくばっかりです。で、みんな死滅していくと。で、マーケットがちっちゃくなっていくから、少子高齢化がものすごくね、やりやすくなるんですよ。実は少子高齢化だからマーケットが小さくなるというよりも、マーケットを小さくしてるから、それは少子高齢化になりますよって話なんですよ。そういう話でね、今日はね、終わろうかと思いますけどもね、まあいろいろとね、言いましたけども。